皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、久しぶりにダイソーに行って買い物をしたら、めちゃくちゃいろんなね、いいものがあったので、そちらを紹介していこうと思います。でも、過去最大量ぐらいに買い物をして、1万円近くになったので、キッチンとか食品とか、そっち系と雑貨系とか、その2つに分けて紹介していこうと思います。で、まずは、雑貨から行きたいと思います。1個目から値段が300円なんだけど、こちら、じゃあなんかアイスクリームの殻がついてるやつで、サンダルです。で、これなんかベランダがうち2箇所あるんですけど、そっち両方に置こうかなと思って買いました。すごい軽くて、なんかこういうの楽でいいかなと思って買ってみました。今ね、両方のところに置いてたものが特になかったんで、新しくこちら買ってみました。300円だったので、200円ぐらいかと思うと、しっかり300円だったっていうやつなんですけど、はい、まあこういうのゴミ捨て行ったりするときとかも楽ですよね。っていうわけで、こちら2個購入しました。そして2つ目、じゃーん、2つ目はウェットティッシュの持ち歩き式のノンアルコールのやつです。これはまあ鼻にも使ったりとか、なんだかんだウェットティッシュってあるとすごい便利で、特に旅行行った時とか、海外でアジアだと結構手洗うとこないけど、屋台とかで、ね、ご飯食べる前だったりとか、なんか使い道はいっぱい、メイクしてる時だったりとかっていうのがあるので、3パックになっているこちらを買ってきました。はい。で、次、これね、欲しかったの、ずっと。じゃーん、ダイヤモンドのやつ。これはダイヤモンドね、クリーナーってやつなんですけど、前のね、家でもこういうのを買って試したら、鏡のこう、鱗がすごく取れて、一番、手軽で綺麗になったのが、このダイヤモンドスポンジだったんですけど、引っ越しの時に捨てちゃって買ってなかったんで、こちらを買ってきたので、これで鏡をツルピカハゲマルにしたいと思います。はい、こちらですね。で、次はこちら、じゃーん、テープ。なんか何かとテープってわかんないんだけど、なんかよく使うから買ってきちゃった。で、なんかピッてやって切るやつはあるから、詰め替え用みたいな感じで買ってきた。こういう消耗品系はなんか意外とちゃんと買うと298円ぐらいすると思うんだよね、こういうのって。でも100均だとね、安いんで、そういうとこで消耗品系とか買います。次はこちら、じゃーん。うち今なんかダーツのやつがあるんだけど、それが取れちゃったんで新しく買ってきました。今これの 500g 1個でね、耐えられるっていうやつを何個かつけて、壁に取り付けてるんですよ、賃貸なんで。だけどちょっと取れちゃったんで、同じもの買ってきました。はい。で、これだけだとなんか糊が弱いかなと思ったんで、前にも動画で紹介したんですけど、こちらですね、 SSSML ってサイズがあるんですけど、こちらのしっかり貼れて綺麗に剥がせるシール、両面テープっていうやつがあるんですけど、これ本当に便利で、もう本当に貼ったらめっちゃ取れないんですけど、ピッて入れると取れるから、まあ、賃貸の家とかだとすごくいいですよね、こういうの。持ち家だとね、ネジだったりとかって自由にできるんですけど、できないんで、私はこういうタイプで対応してます。これね、すごいいいです。取れないです、なかなか。次はこちら、じゃーん、鏡ですね。で、この鏡はこういうやつです。鏡になってて、で、ここも折れるから、こう置き鏡にもなるっていうやつですね。メイク動画とかね、したりする時とかって手鏡意外と使ったりするんですけど、ついでにこうやって折って立てかけられれば、いつも普段ね、朝メイクしていく時でも使えるってことで、便利かなと思って買いました。でもこれはね、100円じゃなくてね、150円商品でした。なんか私のダイソーのイメージって、100円のものと200円のもの、300円のものぐらいがあるイメージだったんだけど、150っていうなんかちょっと刻んだタイプのお値段のものも出てるんだなと思って。あ、ライトちょうだい。いいよ、ビューティーライティング、ビューティーライティング、いいよ。こういう風にも使えます。はい。で、次がこちら、じゃん、おっきい手肉。いや、なんかこの前、おっきめのね、ハンコをなんか押さなきゃいけない書類があったんだけど、その時に、なんか手肉が持ってたのがめっちゃちっちゃくて全然入んなくて、なんかこう、四つ角こう、うまく入れてってハンコを押したって経緯があったんで、おっきい手肉欲しかったんだけど、こんな大判のもちゃんと売ってたんで、便利ですね。100均ってマジ使えるなと思いました。これがあれば、いくらでも。リズムに乗りながら楽しくハンコを押していくそうですね。ちなみに私はハンコを押すのがめちゃくちゃ下手です。はい、次はこちら、じゃーん、これ人気だよね。これも100円じゃなくて300円商品になるんですけど、なんかこれ Bluetooth で設定すると
こうスマホをこう置いといたら集合写真とかイエーイって時にポチって押すとシャッターが降りるみたいなやつらしいんだよね。なんかやっぱ今買ってみて思ったけど、100均でこう100円以外の商品っていうのが増えてて、そういうのに結構面白いのがあるイメージです。慣れたとこからスマホで撮影って書いてあるので、なんか集合でみんなでいる時とかにも使えそうだなと思って買ってみました。はい、で次も面白いこちらです。じゃーん、私最初これなんだか分かんなかったんだけど、ボトルハンガーってもので、じゃん、うちね、あやたかの2リットルとかをアマゾンで結構よく買ってるんだけど、こんな感じでね、ボトルにはめ込むと持って重いのも片手で注げるってやつなの。なんか私手がめちゃくちゃねちっちゃいんで、こうボトルをこう滑るんですよ。めっちゃこうカコンってなって結構落ちがちなんで、何これめっちゃおもろいじゃんと思って買ってきました。これ結構いい感じだったらすごい役に立ちそうなので、幅も取らないしね、すごくいいかなと思います。便利、なんか面白い商品がいっぱい。次は久々にやりたくなったもん買ってみた。じゃーん、プラバン。今の子供たちもプラバンってやるんですかね。でこれはね白なんだけど、このキーホルダーみたいのがついてるから、買って作ったらもうキーホルダーができちゃうよってやつ。白と透明のサイズ、あと蓄光タイプっていうのもあったんで、面白いから買ってみちゃった。最近は100均でこんなのが買えるようになったからね、あのお子さんのいる家庭はすごく助かりますよね。なんかリカちゃん人形みたいのも売ってて、それのお洋服とかも100円で売ってたから、子供の時ってそういうのって結構高くてなかなかそんなポンポン買ってもらえなかったなって思ってたんだけど、おもちゃとかも意外と充実しててすごい面白かったですね。塗り絵とかすごいいろいろありました。こちら超面白い、これ今後やろうと思ってる。じゃーん、初めてのメイクレッスン。まさかのダイソーにこんな本があったの、気になるじゃん。で気になったからちょっとこれに中に出てるものを買ってみて、ちょっとこういうメイクになるのかっていうのをちょっと試してみたいかなと思います。でも結構売り切れちゃっててなかったんで、まあ頑張ってかき集めていきたいと思います。でそれに乗ってたから買ったんだけど、こちら BB クリームなんだけど、これねメイドインジャパンだったの。すごいね、日本製のやつとかももう出てるんだね。でサイズ感がちっちゃいからなんか使い切れそうな感じだから、あ、こういうサイズって逆に普段ってお試しとかでしか売ってないから、こんぐらいのサイズでみんな売っててくれたらすごい嬉しいのになと思って買ってみました。まあその動画はおいおいっていうことですね。はい、で雑貨は大体こんな感じなんだけど、あともう一つ買ったのがこちらなんだけど、ペットグッズです。ペットグッズとかも結構いっぱいあって面白かったんだけど、こっちはなんか犬物なので、はなまさのチャンネルの方で紹介しようと思います。子犬とかいろいろ売ってます。はなまさがすごい喜びそうですねっていう、結構ペットグッズもペットシーツとかそういうのまで売ってて、ひまわりの種とかも売ってたね、ハムちゃんたち用に。なんか本当に私が行ったのはすっごい大きい店舗なんで、全然家の近くではないんですけど、本当に食品とかもね後編でやろうと思ってるんだけど、びっくりするようなものが売ってるから、ぜひ後編もチェックしてみてください。ちなみに私今回前半で買った中で一番気に入ってるのはこれ、てか期待してるのがこれ。これは本当にナイスアイディアだと思うので、また使い心地はおいおいどこかで発表したいかなと思います。というわけで前編の雑貨系の買い物はこれで以上でした。最後まで見てくれてありがとうございました。では後編の食品キッチン編、こちらが多分結構見応えある感じになるかなと思うので、そちらでまたお会いしましょう。じゃあバイバーイ。あちゃん見て見て、これ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 すごくない？これほらすごくない？はいほい、こんな感じ、モテんの片手でこれエクササイズとかできんの、すごくない？あちゃんどう思う？うん、いいよね、一番いい買い物だと思わない？あやたか、あ、いいね、いいよいいよ、大きくなったね、ワンちゃん。はい、これ一番のお気に入り覚えといて。はい、以上あやたかでした。花にゃ、
メだ。いやいや、噛まないで、噛まないでちょうだい。